オルトはギリシア語で正規のを意味する窃盗時である。科学及び物理科学においては以下のような化合物を区別するために使われる。起死ンの一位生体。左からオルト、メタ、パラ。ベンゼン館の二時間帯の一位生体のうち、二つの痴漢器が隣り合っているものにオルトをつける。言い換えれば、一位と二位の炭素原子に痴漢器があるものである。 オーマイナスと略して書く。オルトに対し、隣の隣を、メタ反対側をパラという。また、ある時間期に注目したとき、その隣の位置をオルトくらいと呼ぶ。同じ酸化物を水和して得られるオキソ酸の中で、最も水和度の高いものに、オレトをつける。有利の状態では存在せず、誘導体のみが知られているものもある。オルトホー酸酸、オルトイ酸4、オルトリン酸酸。 オルトギサン3など。核スピンが0でない原子核が分子内において等かな位置に2つ以上あるとき、その分子は核スピン就職による核スピン異性体を持つ。その中で最も合成核スピン量子数が大きいものをオルトという。例オルト水素オルト H2、オルト c f h 3ありがとうございます。